番疲れないまだいやそれ3つで曲げられる、それとも綺麗な影が
味噌酢もやばい。どうもありがとうございました。
お気をつけて。ちょっとニコニコと帰ってくる。罰ゲームじゃないんだから。キュウリ普通盛りだったらいけます。はい、撮ってるじゃないですか。何ですか。ちっちゃい頃からやっぱり誕生日もそんなに祝ってもらったことはない。ちっちゃい頃から、うん、でやっぱ友達とかの聞いたらさ、こんなにこのプレゼントもらったんだよとかさ聞くと、あ、ここの家はそうなんだみたいな感じで、やっぱ大きくなって、うん、お誕生日はでも大事なんだなって言って、他の人にもいっぱいやっちゃうし、絶対友達にも絶対会えなくてもケーキだけは送るとかね。欠かさない人、いい人ですね。やっぱ自分のものはやっぱね大事にしてほしくて、だからやっぱりみんなに盛大にねやってあげたいなって。なるほど。僕ももらっていいですか。はい、これもらいます。どうできた頃できる。あ、そうなんですね。これうちの店高齢なの。高齢なんですね。ありがとうございます。今のお惣菜で余ったものをこうやってお通しで。あ、そうなんですね。いいロスをなくすでしょう。あ、なるほど。僕がいるっていうのがサプライズでいいんですか。サプライズですね。本当ですか。だいぶのサプライズですね。喜んでくれますかね。喜んでくれる。なんで帰ったはずなのになんで言うんだよ。かわいいじゃないですか。すみません、じゃあ、僕そろそろ。はい、これね、いつもの恒例のね。え、マジっすか。いやね、テロだからね、毎回言うけど、ちゃんと出てきてよ。バッグにね。やった。忘れないように、うちの味を忘れないように、1日1個ずつ食べてきね。明日2個目だからね。5日間で5個。あ、ダメだ、5日後に会うようになっちゃう。残念。300個ぐらいもらわないと。気をつけてね。はい、ありがとうございました。また来ますね。ありがとうございました。あ、それからたまに入る。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。お誕生日当日。ありがとうございます。ありがとうございます。
見えない、誰え、なに誰おめでとうございます。なんで常に。やめ。